皆さんこんにちは、ビールジェンド管理栄養士の堀です。今日はプロテインと相性のいい食べ物を3つご紹介したいと思います。1つ目がですね、糖質を多く含む食べ物、そして2つ目がビタミン B6 を多く含む食べ物、そして3つ目が鉄を多く含む食べ物です。でこの3つの食べ物について詳しくお話ししていきたいと思います。プロテインと相性のいい食べ物っていう風に申し上げたんですが、プロテインはタンパク質を英語で言い換えたものなので、タンパク質と相性のいい栄養素を含む食べ物っていう観点でお話しさせていただきます。でまず1つ目の糖質を多く含む食べ物ですね。主食となるご飯だったり、あとはパスタだったり、果物とかお野菜とか、筋トレしてる方だと和菓子とか頻繁にトレーニング前とか取ってる方が多い印象があります。それも糖質の摂取源として取り入れていただいてるんですけども、なんで糖質を多く含むものとプロテインとの相性がいいかというと、理由は2つありまして、まず、糖質を摂ると体内にあるエネルギーを血中に取り込むための働きをする、インスリンというホルモンの分泌が盛んになります。インスリンというホルモンはタンパク質の吸収率を高める働きも担っているので、血中に分解された形のアミノ酸が隅々まで行き渡るというところから、筋肉にしっかり栄養を行き届かせることができるというところで、筋合成の促進というところでもまず一つ糖質を摂るとそういう働きがまずあります。そして二つ目が体のリカバリーという点で糖質とタンパク質の相性はとってもいいというふうに言われています。糖質とタンパク質は三大栄養素のうちの二つになります。三大栄養素というのは体を動かすためのエネルギー源となる栄養素なので、運動したあとは体のエネルギーが枯渇している状態になります。運動後にいかに素早くエネルギーを補填することができるかっていうところが筋トレの効果を高めるために必要になってきますので、リカバリーという点で糖質とタンパク質の組み合わせは必須になってきます。この理想的な割合は糖質3対タンパク質1の割合が理想的というふうに言われていますので、ぜひ意識してトレーニング後は取っていただけたらなと思います。2つ目は、ビタミン B6 を多く含む食材がプロテインと相性のいいというふうに言われています。ビタミン B6 というのはどういう食材に含まれているのかというと、カツオだったりとかマグロとかですね、赤身のお魚と鶏ささみとかにも多く含まれている栄養素です。ビタミン B6 というのはタンパク質の代謝を助ける働きをするビタミンになります。これはタンパク質の摂取量が多ければ多いほど必要量が増えていくというビタミンなので、日頃プロテインを飲みいただいたり高タンパク質な食生活を日々されている方はより意識して摂っていただくべき栄養素だなというふうに思っています。プロテインを飲んだならばビタミン B6 も一緒にセットで摂ることを意識していただきたいと思っています。そして、3つ目ですね、鉄を多く含む食材とタンパク質の相性がいいです。鉄は、どんな食材に多く含まれるかというと、鶏のレバーだったり豚のレバーだったり、ほうれん草だったり小松菜だったり、そういった食材に多く含まれている栄養素になります。鉄は不足しがちなのにもかかわらず吸収率が非常に低い栄養素なので、いかにして効率よく鉄を摂取するかっていうのが重要になってきます。鉄とタンパク質の相性がなぜいいのかと言いますと、鉄とタンパク質というのは血液中で酸素を運ぶ役割を担っているヘモグロビンという物質の構成材料になってきますので、ヘモグロビンがしっかりないと筋肉や体中に酸素がしっかり行き届かないというところで酸欠のような状態になります。頭がクラクラしたりだとか疲れやすくなったりだとか、そういった症状の引き金になりますので、タンパク質と鉄をしっかり組み合わせて意識して摂っていただくことがおすすめです。植物性の鉄よりもレバーとかに含まれている動物性の鉄の方が吸収率がいいというふうに言われているので、お肉に含まれる鉄分は一緒にタンパク質も摂ることができるので、ぜひ日頃の食事に鉄とタンパク質を意識して摂るというところを取り入れていただけたらなというふうに思っています。では本日は、プロテインと相性のいい食べ物を、3つご紹介させていただきました。1つ目が糖質を多く含む食べ物、2つ目がビタミン B6 を多く含む食べ物、3つ目が鉄を多く含む食べ物です。ぜひこの組み合わせをこの動画を見たその日から日頃の食事にうまく取り入れていただけたらいいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。